相鉄2000系電車は、かつて、相模鉄道に在籍していた、通勤軽電車。本校では、同系の改造車である相鉄2100系電車についても記述する。太平洋戦争末期から戦後の一時期にかけて、経営基盤の脆弱な相模鉄道は、その混乱期を切り抜けるために、一時的に、同業他社の東京急行電鉄の参加に入った。 1947年に東急から独立したものの、福音した乗客数の多さの割に車両が貧弱であったために、各地から様々な車両をかき集めてきた。この一部が1951年に車両番号を付けた際に2000系とされた。この際譲り受けた車両は、車体の大きさで分類され、元大打球も配置型が1000系、電車、 20メートル級の元国電が3000、軽電車とされ、それぞれ戦災復興の第一線で活躍した。1951年11月の一斉開版実施の際に、中型のものをまとめて、電動車も、波2000型と制御尺波2500型からなる2000、軽としたもので、そのため実に様々な経歴の車両が存在した。以下に、各車両の経歴を記述する。 1959年から1967年にかけて東急車両と東横車両工業で2004から2010と2506に携帯統一工事が施行されており、また日本国有鉄道から払い下げられた2017から2026.2509から2515は入線時から携帯統一工事が施行されていた。 構成の片側3ドアの車両である。動力の伝達機構は全ての車両が吊り掛け駆動方式を採用した。台車は大正時代に設計された DT10 型を採用。6000系電車が登場し大量に導入されると、本系列にも余剰な車両が目立つようになった。本系列は出自が様々であったように、その後の経歴も様々であった。 2100K の改造、1960年代後半に、6 0 0 0系で軽量のアルミニウム製と高性の車体の比較実験を行い、塗装の簡略化や軽量化による省エネルギーの点で、これが高成績であったことから、1970年代前半に、本系列の一部の車両がモーターなどの主要部品を流用の上、車体をアルミニウム製の車体に乗せ替える改造を受けた。 詳しくは後日の2100系電車を参照のこと。地方施設へ一部の車両、もしくは車体は、三木鉄道、伊予鉄道、伊豆箱根鉄道へ転出、及び譲渡された。このうち伊豆箱根鉄道大大山線で使用されていた、モハ151系、クハ181型は、1996年に営業運転を終了したが、 その後も一両が事業用車庫で165として残存している。この車両は携帯統一工事施行車である。1955年から導入した5000系、電車以降、総鉄の車両は20世紀中まではブレーキシステムや駆動方式といった走行設備が特殊なものを採用し続けたために本系列以後の譲渡車は出ていない。 荷物電車へ2000系の旅客営業は2100系への、危機流用の進捗により1973年頃に終了し、残った、もは2005、2008、2019、2022、2023、千五2506、2511の7両は2008を除いて1975年から、番号はそのままで、荷物電車も、に2000系、国2500型となったが、 1977年の荷物扱い廃止により国2両は再旅客車化の上、日立電鉄へ譲渡されている。事業用車両へ荷物電車の廃車により余った車両のうち2022を除く4両は事業用車となった。この時2019、2023が両運転台化されて、また2023の屋根中央に河川検測用ドームが設置されている。 2022はこの時に旧車となり、1992年の廃車後は、銚子電気鉄道に譲渡され、犬吠駅前で保存された。当初は台車もついた形で設置されていたが、車体のみの姿となって、レストランとして利用された後、2012年7月に解体された。なお、もは2008は未改造のまま職員研修用の扱いで旧車となった後、 1998年に廃車解体されている。モニノには荷物電車を表す頭文字だが、荷物電車廃止後も一般にも、に2000型と呼ばれていた。月1回、河川の検測で総鉄の全線を走り、柏台の構内の入れ替え機としても使用されていた。2023には前述のように、検測ドームが設けられ、ライトで照らしながら、職員が目視で河川を観測した。 検速ドームにはワイパーに相当するものがなかったために、雨天の日は検速を見合わせることもあった。後継車両のモヤ七百型では、検速ドームがビデオカメラに変わり、なおかつワイパーが装備されているので雨天でも検速が可能である。二千百系改造された車両が二千四年春に運用を終了した後も、モ、に二千系の三両二千五、二千十九、二千二十三 は在籍していたが、経年劣化が進行したため、2005年に余剰となった7000系の2両がもうや700系用として、河川検査用に改造された。その後、ED10 系電気機関車を機械用のもう2両が、改造されるまでの間1年半ほど運用を続けた。後、2006年7月分の河川検査をもって、運用を離脱した。 翌2007年2月に3両全車が廃車、除籍され、うち2019、2023の2両は、間もなく解体されたが、それまでの厚木での重機による解体ではなく、7000系の解体時と同様に、主要部品撤去後、トレーラーで解体業者へ陸送された。引退記念のさよならイベントとして、2006年3月に、相模大塚駅構内で、 ED10 系電気機関車と共に展示された。最後まで残った3両のうち2005は柏台車両センターで生体保存されている。2008年2月から3月にかけて車体、機器等の補修と再塗装が行われた。1970年から1974年にかけて17メートル車体だった2000系の主要機器を20メートルの 車体に乗せ替いて30両が登場した。これが2100系である。単純に車体を変えると重量が増加し、走行性能が低下するため、旧6 0 0 0系電車のモハ6021で試作されたアルミ製の車体を元に軽量化し、性能を落とさずに車体の大型化に成功した車両でもある。本系列は、編成単位でアルミ製の車体を導入し、その成功は、 その後登場した5100系電車での改造や7000系電車の大量導入へとつながっていった。ただ、登場時は2000系の旧性能車の吊り掛け、駆動車であることには、変わりはなく、足回りの老朽化は避けられなかった。アルミ車体は、やや特殊なもので、側面の骨格がむき出しになっていて、その部分は外反を張らない構造となっている。また、アルミ物の,の特質を生かし、 各部を一体構造化するなどした結果、構え体重量を4.1トンに抑えることに成功した。その後登場した5100系、7000系にもこのコンセプトは受け継がれた。また、後期車は5100系とは製造所や製造時期が同じで、車体はほぼ共通設計のため、外観はほとんど同じであった。車体断面は前期と後期で異なっており、 平結時にはその差が明らかであった。また、初期の6両は、ステンレス製のドアの吹き寄せ柱部分の面積が広く、広告掲示スペースに干渉する形になっていた。初期の12両は、側面の窓が、手動開閉の2段式、比例棒で車内の色は、寒色系で、シートモケットは紺色であった。後期の18両は5100系と同等の設備、一段加工式の、 押しボタン式自動窓、当初より、冷房装置搭載、車内の色は、暖色系となり、シートも5100系と同じオレンジ色が採用された。また1990年代には、ドアステッカーが既存の丸型のものから2015年頃まで、使用していた、ドアにご注意くださいのものに変更。当初は2000系の機器類を流用した吊り掛け駆動の、 4M に T 編成だったが、足回りの老朽化が著しく進んでいるだけではなく、合理性に乏しいとして、1976年5月の2113回を、皮切りに1977年5月に2602回、1978年1月に2109回、1979年1月に2610回、同年6月の2604回にかけて7000。 軽に近い構成の機器類に更新されている。と同時に一次車、二次車の冷房改造も行われた。電装品は、東洋電気製造製で、主電動機出力 130kW、台車は、東急車両 TS-816TS-817 で、TS-817 は、相鉄では初めて上揺れ枕式空気バネの電動台車であった。 ただしくは2610のみ当初、ウィングバネ式空気バネ台車の TS-325 を装備して出場したが、カルダン駆動化の際に TS-816 に換装された。ちなみに、後にこの台車とほぼ同じものが、二台目5000系で採用されている。ブレーキ方式は、電磁直通式に変更された。ただし、7000系で採用された日立式、 電磁直通ブレーキとは異なる。また、この工事と同時に重量編成3本にまとめられるように一部車両の車種変更及び改版が行われた。2100系は新6000系とともに1981年4月から開始された急行列車重量編成運転に使われた。相鉄の制御車は基本的に横浜向きの車両とエビナ。 湘南台向きの車両とで万大区分するが、本系列では区分されていない。厳密に言えば、横浜向き制御車が偶数、横浜向き制御電動車と海老名向き制御車が奇数に分けられている。編成構成は、横浜側からもは2100もは2100区は2600もは2100もは2100区は2600。 区波2600もは2100もは2100区波2600の順である。なお、改造主社を括弧内に表示する。以下は、左側が横浜方面である。横浜市内で保存されている2113号車、最終的に重量編成3本で運用されたが、車体や機器の老朽化1万系電車導入による直接置き換えや同8両編成導入により、 8両編成だった7000系を10両編成に戻すことによって置き換えられる形で2004年2月5日をもって運用を終了した。さよなら運転などは行われなかった。なお、8000系導入頃に5100系に続いて VVVF 化改造や初期車の2段窓の自動窓化改造等も検討されたが、結局新系列車両の導入に切り替えられて、 実現しなかった。その後、同時期に廃車になった新6000系ともども、無償状と先を公募し、2113号車の運転台部分カットボディが横浜市港北区の大乗寺に引き取られ保存された。この他、2004年夏頃に2117号車が、相鉄の関連会社のマンションのモデルルームの広告展示物として利用されたが、現在は所在不明となっている。なお、 新6000系は引き取り先が見つからず、全社が解体された。他社の繊細国電復旧車、相鉄2100系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。